子供を育てながら働く母親たちが小学生に仕事の魅力を伝える体験イベントが札幌で開かれました。このイベントはさまざまな仕事を体験することで将来の夢や職業について考えてもらおうと一般社団法人ハグカフェが主催しました。参加した小学生およそ40人は医療やメイクなど6つの分野の仕事を体験しました。保育士とかもしてみたいし幼稚園の先生もしてみたいなって思った。お仕事体験の後には会場内で使える500円相当の買い物券が配られ子どもたちは楽しく仕事を学びました。